い、大垣隆夫さんです。で、日本の大阪から来ました。で、今回 RLE コース3週間を受講されました。でそこで大垣さんにインタビューしていきます。実際に留学を決意されたきっかけを教えてください。これから海外旅行、いろいろなところで、いろんなところを旅行していきたいんだけども、自分の意思が伝えられなかったら旅行っていうものの意味が半減するので、少しでも英語っていうものに知っておきたい、馴染んでおきたいということで、この学校を選びました。大学生にとってドマゲティは どのような街でした？ドマゲティはね、まあ日本で住んでたらまず考えられない、交通機関の街です。トライシクルとか、特に全く信号がないですし信号がないですね、世の中の流れも物の動きも遅いです。そうですね、はい、またこれから来られる後輩に向けて一言をいただけますか？遊びで来るんではなしに、やはり特にシニアの人はやはり何か自分の目標を持って、一つでもいいからこれを自分のものにしたいっていう気持ちで来られたら。そうですね、はい。じゃあ今回留学中に勉強以外で屋外に出るきっかけがあったと思いますが、どのようなことに挑戦されましたか？ゴルフとウォーキング。ウォーキング、結構な距離歩かれてましたよね。20キロぐらい歩いてました。20キロ、全て安全な、優しい人たちに会いました。そうですね、治安がいいからこそいろいろ体験ができるドマゲティです。で、次に留学中特にしんどかったことなどはございますか？だいたい12時ぐらいまで勉強というんですか、いろんな課題をやったんですけども、苦痛でなかった。それをその目的に来てるから、それと、まあ、若い子たちたくさんいてるんですけども、若い子たちが結構フォローしてくれた。僕も思うんですけど、やっぱ留学は結構チーム戦的なところもあるので、やっぱ支え合って、みんなが支え合って成功するものだと思うので、そうですね、いい空気を作れてると思うんです。やっぱ その中に大垣さんが入ったことで、やっぱ若い人たちもいい影響が出てるのはもう確実なので、次に留学をする中で特に印象に残っていることを教えてください。印象ですか？はい。まあ、この学校がファミリー的なことと、あと、まあ、ドマゲティの街の空気が穏やかに流れているという、ヘリキャブなんかはこう世話しない動きあるんですけども、全体的に穏やかに流れているというような、そうですね、雰囲気っていうのを味わいましたね。日本に帰ってから真っ先にしたいことは何ですか？真っ先にって言ったら、まあ、いろいろ過去の自分の習慣に戻りたいと思うんですけども、維持したいっていうことは、ここ3週間、それなりに英語のことを教えていただいたんで、トーンダウンしないように維持することをやっぱり考えていきたいですね。最後にこれからの人生の抱負を教えてください。やはり自分としては第二の人生でいろんなところを巡りたいと思ってます。その諸外国に行った時に、ここでその何かちょっと勇気をいただいたので、いろんなものをこう人に聞く
勇気をいただいたので、はい、そういうようなものをちょっとこれ磨きをかけていきたいなと思っております。はい、はい、ありがとうございます。今回のインタビューは大垣さんでした。はい、本当にどうもありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。